司会の方を応接されりました落語家の土江太夫でございます。よろしく。普段ですね、12月から3月の9日まではですね、囲いの船、陶器船という、雪景色なんかを、したりなんですが、この3月の10日からはですね、その囲いを取りまして、完全オープンの船下りとなる日なんです。そしてですね、今日は船頭全員が集まりまして、先ほど審議やってはりましたね、はいはい、安全、一年の安全ですね、そして繁栄を、祈願するイベントになります。そして、普段から保津川を愛していただいている皆様にですね、喜んでいただけるように、ちょっと賑やかな催し物をですね、皆様をお願いするという日なんです。はい、川開きということで先ほどちょっと伺ってたんですけども、その名前もちょっと冬の間やってないように思われるのもちょっとなんかなっていうこともあるらしいです。そうなんですよ、もう本当それがね、いつもよく言われまして、保津川下りって冬はお休みなんですよねとかって、もう結構もう近所の人からもう僕ら普段からお友達の人ね、友達からでも、はい、普通によく言われるんですよね。そうですよね。ですので、本当僕らは冬もやってるというのはもうすごくアピールしたいところです。はい、はい、先ほど料金表のとこですかね、に書いてあったのが12月の29日から1月4日だけお休みで、はい、はい、で今日春の国にやってもらって戻ってくるよってことですね。そうですね、はい、もうこの保津川の自然をですね、生で本当に風をですね、そして水をですね、浴びてもらいたいと思います。はい、で先ほどから私たちの声以外にすごく大きな声が入っていると思います。川開きの賑やかしとして、今日は吉本のご当地キャラじゃないですね、何ですか、京都住みます芸人さんが喋っておられます。声の大きく船のところなんですけども、普段よりこれすごく数多いですよね。そうですね、招待して、来ていただいているお客様から、それから10時半はですね、半額船になるんです。神岡市民の方は半額という、神岡市民じゃなくても全員、はい、半額になりますので、本当にね、今日ラジオ聞いていただいている方でもしかしたら保津川下りのことがないという方は、今からだったらちょっともしかしたら間に合わないかもしれませんけど、またね、来年3月10日はもう毎年これやってますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、はい、あとですね、船の様子を見てるとですね、いつもと違う、なんか棒が立ってたり、なんか桜のようなものがついていたりとかしているんですけど、そうですね、にぎやかしといいますかね、また今年から新規一点、落語が始まりますよという、アピールでもありますね。はい、あと少し気づいたのが、船の木がなんか新しいんですよね。これは、そうですね、貝とかも一番新しいですね。1本は新しいですね、はい、で2本目のは古い、あ、通常は3人で下るんですが、今日はちょっと風があるために船頭がもう1人で4人になりますので、2本用意されています。こっちが2人、前の差を思います。夕方の、テレビとか、それから夕刊に多分載るんではないかなというふうに思います。そうですね、京都新聞が載せてありますので、それもご覧になってください、はい、でまだまだまだ少し雪のちらつく中で少し寒いんですけれども、これからね、春の保津川下りについて見どころなんかを説明していただけると。はい、春の保津川下りといえばですね、なんといっても桜になると思います。もう桜
といってもいろいろありますよね。もう咲きかけの時もあるし、満開の時はもちろんいいですし、僕らよくいいなと思うのは、散ってからですね、川に水面に桜がの花びらが浮かぶ、絨毯のような感じでね、その中で下っていくというのもいいですね。それから、桜がまあ終わってしまいますと、なんか皆さんがっかりされるかもしれませんけども、新緑が綺麗になっていきますね。はい、まあ、よく言う青もみじとかで言うとですね、はい、新緑を作って、桜とかでもぜひぜひ行ってみたいと思います。はい、ちょっと順番が前後しちゃったんですけれども、あ、これいいか。はい、今までこう冬の間何度か雪の景色なんかもあったと思います。はい、それなんかもう水墨画の世界やったんですか。そうですね、雪の花ってよく言いますけどね、本当に例えばああいう桜の木があったりとかすると、雪がこう花のように本当に花のように見えたりしますね。はい、当然その時は寒いんですけども、囲い船ですね。で、中ストーブ炊いてるんですね。はい、本当に暖かいです。はい。はい。はい、これからの季節、こういう、今からもみじ、桜であったり、新緑であるんですけれども、これまでの季節、すごい綺麗なんですね。で、あとですね、小津川下りといえば、多分激流の、素晴らしいなというのと、あとですね、歴史なんかはすごく濃いと思うんで、ちょっと歴史の話はまた後にしておきます。はい、一番の魅力。